常年司チャンネルニュースの虎川ガオ、はい、始まりました。皆様チャンネル登録をよろしくお願いいたします。さてですね、マスコミが相変わらずね間違いまくってるということで、ちょっとその辺の話を今日はしたいなと思うんですけど、まず最初ね小ネタからいきたいんですが、よく年金の運用益年金の運用益ね言って騒いでますよね。まあ、今回流行り病で3月大暴落したんでね、GPIF ね、こちら年金運用している、特殊法人ですけれども、これがものすごい損失を出したとか言って大騒ぎしてたんですが、3月がね、大暴落して、その後まあ株価だいぶ戻りましたんで、4から6月期は12兆円超の運用益が出た。株高で過去最高ということで、これね、ブルームバーグに記事が出てます。GPIF、正式名称、年金積立管理運用独立行政法人がですね、4、6月期のですね、運用益が12兆円だったということでございます。で、1から、3月期はですね、過去、最低のね、悲惨な結果だったんですけれども、これまでの運用益最高だったのが10兆4971億円で、今回ですね、12兆円を超えたということで、本当に過去最高記録ということでございます。はい、よかったねということなんですが、まあ年金のね、運用益が減った時はニュースにするくせにですね、12兆円も儲かった時はニュースにしないということで、これ一体何なんでしょうね。まあトータルリターンを見ないとね、運用ってのはわかんないですから、まあ多分ど素人が、作ってんでしょうね、おそらくね、ニュースね、まあニュース書いてるというか、作ってるんでしょうね、というふうにね、思うんですよね。まあしょうもねえな、というふうに思います。はい、まあこれはね、長期でまあ、運用していくものですから、この順調儲かったってことでもね、あんまり喜んでもいけないし、3月にドカンって下がったっていうのは別にそんなに悲しむ必要ないしね、もっとこう長いスパンで何十年ね、30年40年のスパンでやっぱこう見ていくのが、この投資ですから、まあそもそもこの投資必要なのかっていう問題がまああるんですけど、まあそれは置いといて、まあ今回のね件でもあんまりぬか喜びしてもしょうがねえし、前のやつで悲しんでたのもおかしいし、前のやつで叩くっていうのもさらにまたおかしいなと、いうふうに思います。まあなんかね、切れやすい民衆に便乗してですね、なんかこう炎上のネタを提供する、投下するのがなんかこう新聞記者の、なんかこう芸風に今なりつつあってね、ジャーナリズム死んだなと、まあいうふうに思ってるんですけどね、まあこういう客観的な報道を見とくのもいいかな、まあテレビ見る必要もないかな、みたいなふうにね思いますけどね。でまあそれにね、関連して、そのフェイクニュースという点で言うとですね、その日本がね、2週間後にはその今のニューヨークになるとかロンドンになるとか言われまくったんですけれども、いろいろですね流行り病についてもデータが出てきまして、今日日経新聞にね面白いデータ出てましたね。国内のコロナ、患者死亡率欧米の3分の1、初の大規模解析ということでですね、日本、それから、英米、それからチャイナですね、これのね主な臨床データの比較をしたらしいんですよ。で入院患者死亡率で見た場合ですね、日本はなんと 7.5%、 チャイナ 28%、アメリカ、ニューヨーク市は21から24%、イギリス 26% ということで、なんとですね、死亡率が欧米、それからチャイナに比べてですね、3分の1にとどまるということで、まあ、全体の把握までに、まあ、7ヶ月ぐらいかかったんですけれども、まあでもそれでもね、いい結果が出てね、素晴らしいなと、いうふうに思います。でね、患者全体のね、まあ、全容をつかむ大規模な、解析報告は初だそうで、230の医療施設が7月上旬までに登録した2638人を詳細に分析して、まあ、この結果を出したそうです。で、やっぱり基礎疾患があるとですね、まあ、重症化しやすかったりね、亡くなるリスクが高かったりとかするらしいんですけれども、入院患者のうち 7.5% に当たる、197人が死亡と、欧米やチャイナは軒並み 20% 超の死亡率を示しているに比べて、やっぱ明らかにこの割合が低いと、言ってます。で、このまあセンターによるとですね、国立国際医療研究センターによると、糖尿病などの基礎疾患の割合が少ないことが関係している可能性があるというふうに言ってるんですよ。はい。でもね、この割合が少ないっていうのは別にたまたまそうなってるわけじゃなくてさ、日本の公衆衛生全体、それからその食習慣とかそういうの全部含めてね、やっぱそういうのが優れてるからこういう結果だったわけでしょ。だからこれ日本すごいって俺素直に言っていいと思うんですよね。そのまあ民度が違うみたいな言い方をした人いますけど、まあ、こういうのも全部含めて民度だっちや民度ですよね。はい。でこの日経の記事によるとね、糖尿病を持つ患者は、17% なんですね、日本はね。でこれは英米の半分、それから肥満の患者は、大体アメリカの6分の1以下で、なんで、それが低いかというと、まあ、今後の解析が必要だと述べてるんですが、まあ、私はこれは、まあ、民度だと思いますね。
例えばですよ、まあ、どことは言いませんけど、まあ、発展途上国とかなんかの場合ね、まあ、よくあるね、まあ、よくある発展途上国って言っちゃいけないのか、新興国なんかの場合ですね、まあ、アメリカ資本でコーラなんか入ってきたらみんな甘いから大好きでごくごく飲んでみんな太っちゃうじゃないですか。まあ、日本もね、私子供の頃コーラとかごくごく飲んでましたけど、でもほらその時に、まあ、左翼の人がね、あの頃左翼いい人だったんですよ、ね、コーラばっかり飲んでると歯が溶けてしまうという恐ろしいホラービデオを見せて、あんまコーラ飲まさないようにしたりとかいろいろやってたわけですよ、はい、そういう意味ではですね、まあ、その右に対関係なくね、こういうまあ公衆衛生にかけてね、非常にあの日本というのはまあレベルの高い国なんだなというふうに思っています。はい、でこれに関連してですね、有明子どもクリニックのね、小暮博之先生が面白いデータを紹介してくれました。ちなみにあのこういうあの小暮先生ね、この後、この後という今日の夜ね、報道ジョネーションの方にご登場いただいてね、このまあ流行り病の最新データについてお話しいただくんですけれども、東洋経済のね、そのまあ、流行り病のね、このまあデータね、これまあ一応エクセルファイルとかも取れるんですけど、こちらのデータをですね、このまあ小暮先生が解析した結果ですね、10歳未満の、まあ要は検査陽性者ね、まあ、感染者ってまあ一応テレビで言ってますけど、検査陽性者、564人に対して死亡者ゼロ、10代は1211人に対して死亡者ゼロということは、20歳未満はこの流行り病の死亡率はなんと 0% でございます。で20代は8838人の、まあ、検査陽性者が報告されていて、亡くなった方はあの力士の方1人だけで、この方はもう皆さんご存知ですよね。6年間糖尿病の、まあ、結構重い症状でですね、闘病されていた方です。立ち会い前にですね、低血糖になって土俵上がれなくて不戦敗になってしまったというようなことがね、ニュースになってた人なんで、この本当に一人の持病を持っている人の例外を除いて20代の方は亡くなった方はいませんということで、30歳未満の死亡率ね、全部合わせても死亡率は 0.01% だそうです。でさらに30代の方はですね、5380名の陽性者、検査陽性者が出ているんですが、亡くなった方は4名、まあ、おそらく持病を持ってたんじゃないかなと思いますよね、この流れでもね。まあ、はっきりしたことは言えませんけどね。で、40歳未満の死亡率はなんと 0.03% ということで、まあ、こういう病気をなんて言うんでしょうね。なんて言うんでしょうね。ね。2月頃、3月頃ね、こういう病気をあれっていうふうに言ったらね、大変なお叱りを受けたかもしれないんですけど、もう今真実明らかになったので、あの頃キーって頭に血のぼってた人はね、ちょっと冷静になって、いや、あれ間違ってました、すいませんって一言欲しいよな。やっぱな。まあ、未だにキーっつってやってね、〇〇のみたいに言われてる人いますけれども、まあ、真実はこういうところなんですよね。まあ、この後衝撃の話はね、今夜9時からの報道ジョネーションの方でぜひ聞いていただきたいんですけれども、まあ、こういうことなんですよ。はい。で、これに関連してですね、今日ね、東洋経済の、この、東洋経済オンラインね、こちらにですね、新型コロナ2週間後予測はなぜ外れるのか、高橋大教授、データに合う、新型コロナ感を持てというですね、こういうまたインタビュー記事がですね、大崎彦さんという人が、高橋大先生ね、あの、7段階仮説の高橋大先生にインタビューした結果が出てるんですけれども、高橋大先生曰くですよ、ね、日本には2つのコロナ感があると。で、一つはですね、A ね、コロナ感 A というのは、暴露力が強く多くの人が暴露していると。まあ、つまりそのね、ウイルスを浴びていると。ね。だけど、毒性は弱くて、感染しても多くの人は無症状か軽症で治っているっていうふうに、こういうふうに考えている人。これ A です。で、私は、ね、まあ、どっちかっていうと、なんかこれ最初からこっちなんじゃねえのってずっと思ってたので、まあ、他の病気と比較したりとかね。仮に感染しても亡くならないことが大事だから医療リソースをね、しっかり確保することが大事だと言ってたんですが、そういうことを言うとこの B っていう人がね、ね、出てきてこういうふうに言ってたんですよ。暴露力は弱く限られた人しか感染しないけど、毒性が強くて感染すると重症化するって思い込んでる人が、未知のウイルスはお前何言ってんだみたいなことをこうマウントしてきてたんですよ、昔。ね。で、その中でいろいろ言われたデマが、歩いてる時に突然卒倒してね、倒れちゃって、そのままサイトカインストームで死んでしまうとかね。ね、それから空気感染するとね、エアゾル感染は空気感染だとかね、髄膜炎になるとか多臓器不全だとか言って恐ろしいとか言って産経新聞煽ってましたけれども、これ全部 B ですよね。で、今ワイドショーでわーってやってる人はこれ B なんですけど、 B で考えると外れるんです。はい、イミジクも高橋大先生はですね、まあこのように言ってます。コロナ感 A と B があって、で、まあ、A で考えるとね、この高橋大先生の、まあ、あの考え方なんですけど、国民の3分の1から半数がすでに、まあ、新型コロナに暴露しているが、そのうち 98% 程度は自然免疫などの働きによって自覚がないまま無症状か、軽い風邪のような症状で治っている。ひどい風邪症状になるのは暴露者の 2% 程度で、この人たちの一部は肺炎になる。
さらにこのうちのごく一部はサイトカインストームを起こして重症化するが 0.001% 以下だと、ね、いうふうに高橋大先生が言ってます。でこれに対して、ね、コロナ禍 B の人ねキーって人たちはどうかというと、新型コロナウイルスは恐怖のウイルスであり非常に毒性は強くかかると重篤化して死亡する可能性が高い。感染することは稀でこれまで非常に限られた人しか感染していない。だからかかると大変なことになるということでもうテレビの報道なんかも全部これですよね。だから誰々さんがかかりましたみたいな感じでやってるんですけれども、しかしそのような病気でないことはすでに分かってきていると高橋先生言ってるんですよ。はい、実際にそうなんです。でこの辺のことについてはですね、ぜひですね報道ジョーネーションの方でね、小暮先生に、まあ、詳しくお聞きしたいと思いますけれども、皆さんもねそろそろね現実を見て考えた方がいいんじゃないですか。あの7月の頭ね流行り病の感染がバーって増えてきた時ね、2週間後にはもう大量の死者が出るみたいに言ってたんですけど、もうかれこれね1ヶ月と1週間経ったんですけど、未だに大量の死者は現れてないですね。ねえどうなんでしょうね。富士の樹海とか東京湾に死体が捨てられてたんですかね。また、YouTube 公開捜査必要ですかね。これねどうなんでしょうね。渋谷健二先生教えてって感じですけどね。まああの高橋大先生が今、まあ、このようにおっしゃってまして、まあおそらくですけれども、多くの人、まあおそらくっていうかあのコロナ制圧タスクフォースの文書にもありましたけれども、大体かかってですね8割以上の人にとっては、普通の風邪か風邪以下の症状しか出ませんということははっきり書いてあります。はい、で 10% ぐらいの人が入院で、その 10% ぐらいの人の中の、中にね、10人に1人ぐらい、まあ、つまり全体の 1% ぐらいの人が運悪く ICU。で、さらにそこで、まあ、治療が間に合わないと亡くなる方が出るという、まあ、こういうふうなことが分かってきてると。もうすでにこれだけ患者がね、ね、患者がというか、まあ、入院した人、陽性判定者が出て、いろんなこと分かってきたんですよ。で、その分かったことを使ってね、間違ってたことはやっぱ修正していかないといけない。私もよく間違えてね、修正したり謝ったりとかしてますけれども、それはやっぱね、自分で言ったこと間違ってたんだからさ、訂正して当たり前じゃん。なんでしないのって逆にね。で、そういう、その訂正しない人ってのは逆に信頼を受けないと思うんですよね。どうしてもその言ってたこと間違いだって認めたくない人いるのでね、謝ったら死ぬ病ね。あの、玉川徹さんですら謝ってんだからさ、ね、まあ、どっちの陣営の人もですね、間違ってたら謝った方がいいし、まあ、これはね、放射能デマからずっと続いてるね、いろんなデマね、まあ、今ちょっと最後のデマ言い始めてますけど、まあ、そういう人たちもね、本当のこと分かったら、まあ、考え改めた方がいいんじゃないかなと、いうふうに思いました。まあ、詳しくはですね、報道ジョネーションの方ね、まあ、生で見れる人は見てもらって、見れない人はアーカイブに上げておきますので、ぜひね、ご覧いただいてね、小暮先生がいろいろ面白いことを発見したそうですので、ぜひ皆様に最新のデータをね、お届けしたいと思っております。はい、ということで、この内容面白いと思った人は、高評価ボタンを押してください。あと最後にね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ガー